富山市立図書館は、富山県富山市の公共図書館である。富山キラリにある本館、6地域館、16文館、富山駅南図書館、子供図書館、移動図書館3台、配本社1台からなる。1912年から1943年の富山市立図書館富山県では、東都並郡稲美町の北越稲見書籍館、中庭川郡砂子坂,坂村の森林医館、 富山市の富山循環書院、氷見郡氷見町の美和太郎文庫、下新川郡入前町の米沢図書館など、明治時代に民間が運営する小図書館がいくつも、設立されては消えていった。1902年11月18日には、富山県発の公立図書館として、下新川郡三日市町に、下新川郡立図書館が設立された。 1909年10月1日、皇太子の富山行刑を記念して、富山市立図書館が設置された。下新川郡立図書館に次いで、富山県2番目の公立図書館であり、富山県内初の市立図書館である。なお、翌年の1910年7月5日には、高岡市立図書館が設置されている。設立当初は、富山市役所の一部を用いていたが、 1910年10月1日には、富山税務所跡地に移転している。1912年12月7日には、富山公園内に、立野金吾が設計した新館に移転した。1931年11月29日には、富山県図書館協会が設立され、図書館令の改正によって1934年5月1日には、富山県中央図書館に指定された。 1936年9月には、山崎貞義富山市長によって、富山市立図書館を計画中の県立図書館に、移管する旨が、時銀次郎富山県知事に上申された。1940年4月1日に、紀元2600年記念行事として総う来の大正会館に、富山県立図書館が設置されると、 同年6月には、富山県中央図書館が、富山県立図書館に変更された。1943年2月には、富山市議会で、富山市立図書館の富山県立図書館への移管が、可決され、4月1日には、富山市立図書館が、富山県立図書館に併合された。これに伴って、富山県立図書館は、旧富山市立図書館の建物に移転している。なお、 戦中には、堀川町や山室町が、富山市に合併されており、1904年、富山城市公園1969年には、富山県立図書館が、栗レ三山六の茶屋町に移転した。富山市は、市政80周年記念事業として、富山県立図書館から分離する形で、丸の内の富山城市公園内の北西部に、新館の建設を計画。設計は、 日清建築設計事務所であり、施行は佐藤工業。1968年10月2日に着工し、1970年4月30日に、竣工、1970年6月に、富山市立図書館が開館した。鉄骨鉄筋コンクリート構造、地上7階、地下1階建てであり、延べ床面積は6961.74平方メートル。 富山市産業省霊館が同居する複合施設である。建設費は4億7574万円、総工費は5億4480万円であった。この際には、国予想業者の黒田善太郎が寄付による黒田文庫や、旧新製薬社長の堀正義の寄付による堀文庫、著作家の王牛員が渡米中に収集した文献を元にして寄贈した王文庫が設置された。 1971年10月には移動図書館の巡回サービスを開始した。1972年9月には第1号文館として水橋文館を開設し、以後は2000年に第15号文館として東部文館を開設するまで旧都山市内で文館の整備を進めた。障害者向けのサービスとして1973年11月には 録音図書の郵送サービスを開始し、1979年5月には書籍小包み郵送のサービスを開始している。2005年3月には岩瀬公民館の移転に伴い、岩瀬文館を岩瀬小学校図書館と統合して移設。2005年4月には、旧都山市が上新井川郡大沢の町、大仙町、寧イグ尾町、府中町、山田村、 細入村と合併して新富山市が誕生した。合併前の6町村には移動図書館サービスが存在せず、また八尾町以外の5町村は図書館が一館しかなかったため、図書館の利用者が図書館周辺の住民に偏る傾向があった。合併後の富山市は旧6町村に計18カ所の巡回場所を設置。合併から2006年1月末までに、 旧六町村で14,688冊を貸し出しており、旧六町村に限れば、移動図書館の貸し出し冊数は年平均15冊に達している。2006年度から2年間かけて、旧都山市と旧六町村の図書館で異なっていた点算システムの統合を行った。蔵書データの移行作業が必要なため、旧六町村それぞれの館では2週間から1ヶ月。 低ドリンジ休館して移行作業を行っている。2006年6月14日午後3時頃、2階ベランダの外壁に貼られていた大遺跡の化粧板1枚が落下し、通路に駐車していた乗用車に直撃して、屋根に50センチの穴が開く事故が起こった。この事故による負傷者はいない。その日は通常通り午後7時まで開館したが、 富山市長の指示により翌日からは2週間ほど臨時休館して原因の解明にあたった。6月27日には補強工事に着手し、化粧板228枚をボルトで止めた上でステンレス製の網をかぶせ、8月10日に工事を終了した。図書館自体は工事中の7月4日に再開館している。2008年2月から6月には、 本館各階の天井に使用されていたアスベストを除去する作業のために長期休館した。1970年に開館してから初の長期休館であり、この間の予約図書の受け取りや返却は地域館や文館が肩代わりしたほか、本館が購入している雑誌や新聞は富山駅前、CIC ビルの富山市民交流館が肩代わりした。 本館の富山きらり移転を1年後に控えた2014年4月には全館で利用者カードをバーコード式から磁気式に変更した。2016年1月19日からは利用者のおすすめコメントをそのまま推薦本の帯に巻いた本の展示と貸し出しを開始した。2015年7月22日には本館が富山きらりに移転。移転時には 旧館より約7万冊、多い約45万冊を所蔵する。富山キラリ内部詳細は、富山キラリを参照2015年5月6日には、天前準備のために、丸の内の本館が閉館。8月22日、西町の富山大和跡地に建設観光した富山キラリ内に移転開館した。図書館は建物2階から6階の北側にあり、 同一フロアの南側には、富山市が新たに設置した富山市ガラス美術館が入居する。富山キラリには、富山県産杉材がふんだんに使用されており、図書館の書家も木材を使用している。本館には、ガラス美術館が同居することから、図書館では2015年8月の開館時に、ガラス工芸の入門書、専門書、作品集など数百冊を揃えている。 2016年6月1日には、市長各資料の貸し出しを停止し、市長各サービスを館内市長のみに縮小した。人気作家の本でも副本は3冊程度に抑えており、人気本では予約から2から3年待ちとなることもある。このことに対する苦情は少なくないが、タイトル数を充実させることで利用促進に努めている。2015年の富山キラリへの移転を契機に、 講演会やバックヤードツアーなどの企画に力を入れている。王宮院文庫1970年に富山市立図書館として独立した際には、富山県新川郡、東谷村出身の小説家、ジャーナリストである王宮院から蔵書、約2700点を寄贈され、王文庫を整備した。クリップソークルは生まれの国語学者の山田隆夫山田。 高尾文庫1996年度には、元成城大学学長の山田敏夫から、富山市総久留は生まれの国語学者、山田高尾の蔵書約1万点が寄贈された。寄贈されたのは、書籍、漢籍、拓本など、1999年11月5日には、本館6階に約1万8000点の山田、高尾文庫が開設された。 岩倉政治文庫2003年には小説家の岩倉政治の遺族から蔵書や原稿など約6300点を寄贈された。岩倉は富山県東都並郡高瀬村出身だが戦後には富山市に在住して創作活動を行っている。2010年11月3日には本館6階にある専用室に岩倉政治文庫が設置された。岩倉政治文庫は 岩倉の著作約480冊を含む、約2000冊の蔵書、未発表作品を含む、原稿、書簡など、約4300点であり、この中には、単行本に収録されていない、雑誌掲載作品も多い。森田昭夫文庫2016年8月にはソニー、創業者の一人、森田昭夫の遺族より、森田昭夫が会長室に並べていた所蔵509冊が、 寄贈された。森田の長女が、与山リうちの美術館と、新しくなった図書館の組み合わせに興味を持ったことがきっかけで、役立ててほしいと寄贈された。書籍は、政治経済、経営に関するものから、自然科学、幼児教育など多岐にわたる。また一部書籍には本人による書き込みや下線などが引かれているものもある。これらの書籍は、 同年12月16日より5階フロアにて森田昭夫文庫を開設し貸し出しされる。路面電車コーナー、富山市の富山地方鉄道富山機動線と富山高線が2019年度末に富山駅で結ばれることに先駆け、2018年9月7日に開設された。富山県や日本、世界各地の路面電車に関連した本など、 約200冊を集め常設される。本館が入る富山きらり、富山駅南口の CIC ビル、富山市民交流館図書コーナー、編集富山駅南口の CIC ビルには富山駅、南図書館、子ども図書館がある。2003年冬、CIC ビル3階に富山市民交流館図書コーナーとして開設され、2006年に施設を拡張。 延べ床面積は222平方メートルとなり、年間来館者数は5万人台で推移した。富山駅前という高立地に加え、21時まで開館している利便性などから、高校生の利用が増加。3階の学習室を臨時開放するなどの対応を行っていた。富山駅南図書館への移行、編集富山駅南図書館2008年7月21日には、 CIC ビル3階からより面積の広い4階に移転し予算9000万円で図書コーナーから図書館に格上げして富山駅南図書館と解消した図書館への格上げ時には蔵書の3割以上が人事や経営などビジネス関連に充てられ徒歩8分の近距離にある富山市立図書館本館の機能を一部移転蔵書数は六千冊から一万千冊に増やされ 日経テレコン21だけだったネット検索データベースはキキクラにビジュアルや読み出す文書館も利用可能となった。さらには高校生向けのファッション誌などの雑誌や図書を増やした。図書館側は本館との住み分けを狙ったが実際にはその立地面の利便性から貸し出しの中継地点として使用する利用者が多かった。延べ床面積は 一般的な富山市立図書館文館の数倍にも及ぶ519平方メートルであるが一般的な商業ビル内にあるため高さのある書家を置けず蔵書数は一般的な文館と同程度にとどまっている。駅南図書館はビジネス関連本を集めてはいるがレファレンスカウンターは存在しない。2013年に同一フロアに 富山市立子ども図書館が設置されたことで、駅南図書館は一般書を拡充して、ビジネス色を弱めた。2015年に富山きらりが開館して、富山市立図書館本館が移転すると、富山市立図書館本館は、駅南図書館のビジネス支援機能を吸収した。本館と、駅南図書館、子ども図書館の位置関係富山市立図書館、旧本館には、 富山市子育て支援センターが併設されていたが、本館の移転を前にして富山駅南図書館がある CIC ビルの同一フロアを取得し、2013年3月にと山子どもプラザが開館した。と、山子どもプラザは、富山市立子ども図書館と富山市子育て支援センターを併設しており、開館時の蔵書数は約1万8000冊である。大々色、黄色、 紺色を基調とした鮮やかな色調の内装が特徴であり、初夏は円形や波形にデザインされている。エスカレーターで4階まで登るとと、山子どもプラザとと山駅南図書館の共通カウンターが設けられており、と、山子どもプラザには子ども図書館と子育て支援センターの共通エントランスが設けられている。子ども図書館子ども図書館の利用者は、 子育て支援センターの利用者層を想定しており、0歳児から小学校中学年までの子供と、その保護者を対象としている。子供図書館の書家は低いものが使用されているが、子供がフロア内を探検したくなるように、あえて子供の目線では、フロア全体を見渡せないように設計されている。靴を脱いで自由な姿勢で本を読むことができる、閲覧スペースが設けられている。ゲームコーナーには、 日本マイクロソフト製の家庭用テレビゲーム機が設置されており、このコーナーでは子供複数人や親子で体を動かして遊ぶことができる。電気漫画や歴史学習漫画に加えてワンピースなどの人気漫画を置いた漫画コーナーがあり、館内での閲覧のみ可能としている。子育て支援センターは富山市が運営しているが、富山駅南図書館と子も図書館は木の国や書店に 業務委託されている。同一フロアにありながら運営形態が異なることで、子育て支援センターと、駅南図書館、子供図書館は、連携が容易ではないなどの課題もある。本館大沢の大山八尾府中細入り、山田と山市立図書館本館と地域館、本館地域館、その他大沢の図書館、大山図書館、八尾図書館本の森、 府中図書館の4地域館は、平日の開館時間が午前9時30分午後6時、土日祝日の開館時間が午前9時30分午後5時となる。細入り図書館、山田図書館の2地域館は、平日の開館時間が午前9時30分午後5時30分、土日祝日の開館時間が午前9時30分午後5時となる。いずれの地域館も毎月第一水曜日が、 館内整理日となるほかは、週7日開館を実施している。各文館の開館時間は午前9時午後5時である。いずれの文館も毎月第1水曜日が、館内整理日となるほかは、週7日開館を実施している。富山駅前の商業ビル内に入っている富山駅、南図書館、子供図書館は、他の文館と開館時間が異なり、子供図書館は午前10時午後6時。 富山駅南図書館は午前10時午後9時となる。富山市立図書館は3台の自動車文庫を有している。1971年に移動図書館サービスを開始し、1973年に2号車を、1975年に3号車を配備した。1976年には500冊を、積載可能な連絡配本車を配備している。2000年には東部文館が開館し、 これによって分館が15カ所に達したため、移動図書館車を3台から2台に削減することも検討されたが、移動図書館の優位性が見直されて3台体制が維持された。2006年1月には1号車が新車両に更新された。2005年時点では3台の移動図書館で、教育施設、住宅街、病院など約150カ所の巡回場所を回っている。 三台の車両には、それぞれ約1500冊を積み込むことができ、合併前の2005年時点では、移動図書館だけで年間13万冊が貸し出されている。ありがとうございます。